久保さん、おはようございます。ちょっとひげ剃ろうかな。いやー、今日朝起きたらですね、久保さん、みんなの銀行1000円入ってました。おはようございます。これもただじゃないですからね、セブンの。まあこれ1000円なんで10杯飲めますね。1000円入ってるんで結構ね、多分ね、みんなの銀行しつこくやったらこれ300件頑張ればなんかいける匂いがしてきましたね。しつこくやりますよ、しつこくね。300件最大30万ちょっと取りに行きたいですね。まだね、250人ぐらいですか。僕今4万円ぐらいなんで40人か。ちょっと260人頑張ります。そう、まあね、やらないですよね、久保さんね、しつこくみんな。まあこの億万長者合宿もしつこいですし、あ、そうそうそう、野球の話してましたけど、実は野球の切り取り動画、まあこれ音声対談前撮ったんですけど、野球の切り取りでそのまあこれもミリオン回してるお客さん出てきたんですけど、でなんか人生初のネットからの収入が入りましたみたいな。で多分アドセンス収入がその時15、6万かな入ってて、初収入がね、まあ野球のその切り抜きみたいな、まあ実況中継みたいな、まあその人野球好きだったっていうのもあるんですけど、まあ良かったですね。人生初の報酬入りました言うて。まあ昔ありましたよね、野球の珍場面名場面みたいな。だその人もね、結構ね、まあお客さんの歴としては一番最初に知り合った時からもう7年か6年経ってるんですよ確か。それで初めてネットからの収入みたいなね、いろいろぐるぐる回って、で結局そこに行き着いて、そう、まあよかったですよ。やっぱ何事も諦めないことって大事ですね、久保さんね。諦めないでやり続けるっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと思いますけどね。なんで久保さん諦めちゃうんでしょうね。久保さん分かります？諦めちゃう理由。まあね、稼ぎたいとか自分の人生変えたいことを諦めるのかなっていう。まあ僕もいろいろねアドバイスはしてるんですけど、その諦める理由が分かんないですね。なんでかなっていう。まあ変えたいのに変えることを諦める、何なんだろうっていう。でなんかそのやれない理由をなんかいろいろ言うわけですよ。変えない理由をね、自分を変えない理由を言ってもしょうがないじゃないですか。なんかどうやったらできるかなっていうのを模索して続けるしかないと思うんですよね、変えたいんだったら。これだからできないではなく、どうやったらできんだろうなっていう。まあ昨日もねちょっとコンサルしてたんですけど、まあいろいろ言われまして、なんか画質のことも言ってたの、なんかその人画質今と昔は画質があれだから、画質が良くないとダメじゃないですかみたいな。まあ久保さん最近画質いいですね。画質とかあんまね関係あるかっていうと、まあね、まあぶっちゃけ iPhone、 まあその人持ってるんで iPhone の画質まあいいじゃないですか。昔に比べるとデバイスの機能も上がってるしね、見れない画質じゃないし、やっぱ僕はね久保さんのそのあれが好きでしたね、何でしたっけ、ロゴが入ってる
バンディカム .com。 いや、あれでね、久保さんが言ってたのが、いや、吉田さん、あのクレームないですよと。バンディカム .com っていうロゴが入っててもね、あの、あと、あの、なんだっけな、ビデオスタジオじゃないな、なんかもう一つありましたよね。そう、なんか無料版だとロゴが入るやつだけど、あのクレームはなかったと。聞きづらいとかわからなかったっていうのはなかったと。まあそりゃそうだよねとそりゃそうだよねっていう、まあ、あれはね、久保さんの一手ですよね。その久保さんもなんかさすがに有料どうなんだろうと思ってた気持ちはあったらしいじゃないですか、ね、だけど開き直って、あの、まあ逆に言うとそれを武器にするっていう、いや無料で全部いけますよみたいなね。そう、自分が無料を使い倒してね、それで無料で大丈夫ですよみたいなね。いや僕はね、そこは有料版はちょっと気を使ってる部分はあるんだけど、まあ、久保さんのあの一言はやられましたけどね。今回久保哲郎のあの一言にしましょうかまあ確かになみたいな、確かにバンディカム .com みたいなロゴが入っててもノウハウがわからないとかないよなっていう、別に聞きづらいとかも多分ないだろうしね、うん、だ結局なんかね、やったもん勝ちだと思うんですよね。本当に久保さんも やったもん勝ちじゃないですか。やったから今まあ勝ちか負けか分かんないですけど、まあ、多分まあ一般的に言うと人生勝ち組に入ってると思うんですけどね。まあ今日も平日ですか、平日のんきにね散歩してね、あれですよ、コーヒー飲んでこんな動画撮ってるわけじゃないですかねえ、東京とかはあれじゃないですかね、このコロナが出てるけど満員電車に揺られて出社してるわけでしょう。なんかこの生活5年やってますけど未だに違和感しかないですけどねこんな人生があるんだみたいな、はい、久保哲郎の